初めての就職活動なら DYM 就職、履歴書作成から面接対策までマンツーマンで手厚くサポートいたします。詳しくは概要欄をご覧ください。ため息から始まる感じになる。なんか動画がさ8万人突破してさ、すごい出たんやけど、再生されてる動画見たらアンチコメントばっかり。でもアンチがあるっていいこと、いいことです。でもな、その動画はねアンチしかない感じなの、ほとんど。ママがそっからね。そうよね、わざわざ。私アンチのアンチ。じゃあ私アンチのアンチのアンチのアンチ。じゃあ私のアンチってこと？違う違う違う。のアンチ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 。どんち？なやもん。なんだ今日。出ました。なに今日は。今日は皆さんのリクエストに答えて久しぶりにクイズ企画を開いたいと思います。グラス、待望のクイズだ。リクエストが誰がした？いやこの前の撮影でいやクイズが恋しいなって言ってたんで、はい、今回は全員回答するまで帰れません。出た。でも私でも18時でお締めになってるから18時に帰るわよ。はい、じゃあ18時に。この辺はうまいことおもろくするためにええーとか言わな。早く終わったら帰ってください。そうです、1分で会えばいいんだよ。1分で全員正解が取れれば5分で帰る。でもね、これな、ちなみにさ、前回とかさ、前にさ、過去にさ、はい、一発でクリアしちゃってさ、はい、帰ろうってなってさ、2分で終わってさ、2分で終わってさ、いやダメですよ、こういう声で帰ってくるって。だから当たっても帰れない。6時決定じゃん。帰りましょう。で、今回は2024年に起こった時事ネタ問題を撮影しました。2022年20、今年、正解合わせるんですか？1人でも間違えたらダメ。うわ、はい、やりましょう、やりましょう、はい、有名な時事ネタなんで多分すぐ分かると思います。はい、はい、では行きます。第1問、2024年1月1日にスタートした新NISA制度に設けられた2つの投資枠、積み立て投資枠ともう1つは何？分かんない。積み立てともう1個、はい、積み立て投資枠ともう一つ枠があります。何て言うんだっけあれ、分かんねん。積み立て投資と、ちょっと最初の一文字だけ言ってよ。ひらがなせ。あ、せ。え、なんとか投資ってくるってことですか？そうです、なんとか投資枠。あ、分かった。思い出してよかった。あ、カンニングしてくださいね皆さん。全然分かんない。これがね、あの前の旧ニーサだと、名前話してください。でこちなみにこっちの方は結局その枠で積み立てで買ってるやつも買えるからそお得や。意味わかんない今これ説明して。うわ2個ある、どうしよう。あなたやってんだろひかるちゃん。俺あんたに言われて始めたような感じで、なんで暴落したわよ。でその後持ち直してきたけど。ほら、わかんない。間違ってるかもの方から行こう。絶対間違ってるっていう人。はい、でも大喜利ではない。大喜利ではない。真ん中一気に。せーの。何て書いてる？選択投資。責任投資。セカンド投資。ブー。先行投資が全然違う。え、だってやもうほんま自信あり。それともお笑い系？あ、全然ある。じゃあ俺もある。せーの。成長投資。追い越し投資。何なん？いや、書いちゃったからもう消せないと思う。変えないと思う。ボケや。どう？正解は成長投資枠。わあ、すげえ。すげえ、帰れねえこれ絶対。むずいぞ。誰でもわかるって言ったら何なん最初のな。意地悪な人。あんたは何やってんの？やってないです。え、知ってましたこれ？はい。結構あの一般常識かなって思います。いや、分かる、一般じゃないもん、ね。いい問題。続いて第2問、はい、2024年1月の契約で日本人宇宙飛行士2名の参加が決定する NASA による月探査計画の相性は何？うわ、待って、分かんねえ。ポセイドン的なやつな。え、そんな感じでしょ？じゃないけど、なんかあんねんって。はい、話さないでください。なんか神様の名前やねんな。ヒントください。カタカナ5文字です。あ、分かった。文字は？分かりました。あ？あ、分かった。そうやね。知らなかったけど、神様と五文字あで分かりました。そう。神様？そういうこと？ってことは？え、そう。神様どういうこと？え？違うと思うで。え、じゃあ違うかも。え、でも分からへん。もうやってみるわ。自信ある人。自信ある。出してみて。いいっすか？え、私もそれ。私もでも決めた。あ、じゃあ自信ある人からいきます。はい。せーの。ドドン。アマテラス。ああ。
え、俺、アルティメス。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 ガジなんそれ。ちなみにアルセウスっていうのは伝説のポケット。あ、そっか。俺、何か分からんけど。アルセウスにしてもだけど。ホコトラスでしょ。アマテラスじゃないことは分かる。え、ちょっと、2文字目言って。あ、あ、ル。お、あるじゃん。あるだよ、あるだよ。いや、でもアルセウスじゃない。アルテメス。正解は、アルテミス。2回めっちゃ惜しい。惜しい。惜しい。もう、正解ね。正解、正解。正解。何の名前？変えないかも。ギリシャ神話に出てくる月の女神。そっちか。そっちか。じゃあ、第3問。消費量が多く、生活に欠かせない野菜を指定野菜として定めているが、1974年に加わったジャガイモ以来、新たに追加した野菜は何？ジャガイモ以来？ジャガイモ以来、新たに追加が決定した。1個だけしかないの？全部で13、4種類ぐらいあって、うん、で、新たにもう1種類野菜が追加された。2024年に追加されることが決まってる。現状ある10やったら教えてほしいな。教えてくれないです、それは。これ気に入ってもらってるかな。14品目あります。キャベツ、キュウリ、里芋、大根、玉ねぎ、トマト、ナス、人参、ネギ、白菜、ジャガイモ、ほうれん草、レタス。でも人参なんかなくても死にはしないんじゃないの？こんなこと言ったらキュウリだね。キュウリ。いやキュウリはあんた大事よ。有名なものってことでしょ？そうですそうです。あ、もう決めた。3文字。え、5文字。いやもうそれは言わんとこか。もうそれはヒントすぎるから。ひらがなと漢字のコラボレーション的なやつ。ノーヒントで。マーラータンにあります？いや、わからないです。何ノーヒントで。もうメジャーなものでしょ。メジャーなのに。ありがとうございます、はい、せーのでいきますか。はい、うん、せーの。ナス。うわ、ナス。え、ナス入ってる。入っとった。ナス。さつまいも。え、さつまいもじゃない。チンゲン菜。ごぼう。キノコ。キノコってやばいじゃない。やばいじゃない。キノコやばいじゃない。正解はブロッコリー。うわあ、マッチョが食べるもんな。ありそう、確かに。まあまあいい。なるほどな、わかるわ。ブロッコリーよりはさつまいもの方が食べる。ああ、クイズが悪いわ。難しくない？2人ぐらい正解するレベル欲しいっすわ。それだけ考えてどんどん優しくなるんで。うわあ、はい、ここから徐々に正解数増えてきますから。いきます、第4問。はい、日本の名目 GDP は4位へと転落したが、日本を抜いて3位となった国はどこ？うわー、わからん、こんな。これはニュースで見たわ。全然わからん。あ、その国って感じよな。4位になったっていうことは、3位はこれでしょって話よ。3位、3位。はい、もう、みんなわかるじゃん。え、やばい。ちょっと受け出してみよう。うん。え、せーの。はい。ドイツ。ベトナム。インド。インド。インド。韓国。正解はドイツです。ほら、そうやね、マジか、ドイツなんだ。私さっきからフラスさんのヒントにしてくれ。見たあかんで。見てない。あんたドイツって書いた今。ベトナム。間違えるやつ。ベトナム。あんだけ言ってもらってて、ベトナムやばい。早くやりましょう。はい、じゃ続いて、Google による生成 AI サービス名Bard から変更した名称は何？わかんないよ。それはヒントとかあるんですか？答えはもう分かんない、うん、これにした、もう決めた。答えは捨て、捨てもない。分かんない、分かんない。せーの、はい、なんかこんな感じの話。ドッグ、フィッシュ、ハート、空、なぜ GPT。 正解はジェミニ。はい、次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 。ここからちょっと難易度下がります。おお、やっとや。じゃあ、いきます。8月に開催されたパリオリンピック、今大会で唯一追加された新競技は何？はい、わかりました。わかる。お前わかった、俺。え、もうなんかってますもんね。はい、なんかさ、でも正しい言い方がわからへん、ね。正しい言い方。まあ、だ雰囲気があってもいいですよ。これいけるじゃないですか、待って。うん、全員。これいけるな。はい、せーの。雰囲気ちゃんと。ブレイキング、ブレイキングダンス、ブレイキングダンス、ブレイキングダンス、残念。え、ちょ、待って、待って。おい、いいじゃん、いいじゃん。おい、いいじゃん、いいじゃん。おい、ダンス、いいじゃん。いいじゃん、いいじゃん。いいじゃん、いいじゃん。ダンスでしょ、ブレイキングダンス。ブレイキングダンスでしょ。だから本当はブレイキングですけど、じゃあ俺合ってるんや。ブレイキングダンス。ちょっと待って、それ嘘だ。ひどいわ。
はい、お座り早く。まあでも、ワードが出てこかったんやなってのがバレるから。それだけ的に美しくなるよ。惜しい、惜しい。これ、もういけるでしょ。次、もういけるでしょ。意地悪だな徳川賢治。はい。一発だからね。私もロジャース。え何やろ疲れた。鮮魚町長かっこいいな。いやいやいいやん、それにしようよ。早く帰りてぇぜ。お前らダンスやれ。やったー、ね、ダンス分かった、はい、